今日は雪の回廊を走りたく、志賀高原へ向かっています。いきなりですが、この映像、昔の走行映像です。今回の映像はこちら。霧がすごい、ではなく、バイク、買い替えました。川崎 GPZ900R 大変気に入って乗っていたのですが、最近故障が多くなり、いつこうなってしまうのか不安になり買い替えてしまいました。今回は新しい相棒と初の県外遠征ツーリング、濃霧の中からスタートです。晴れました。信州中野インターチェンジで高速を降り、国道292号を志賀高原方面へ。今日4月25日は志賀草津ルートの冬季封鎖からの開通4日目。開通初日の金曜日は人気がありそうだし、土日は混むだろうし、月曜日なら空いていて、雪壁もまだ残っているだろうと、有給休暇を取り、来てみました。この辺はまだ桜が咲いていて、良い感じです。山の方に来ると、山桜があちらこちらに。山の駅で休憩。新しいゴンドラができていました。昔のロープウェイの代わりのようです。昔のロープウェイ乗り場を見ていきます。来るたびに雰囲気が変わっています。絶景は変わりません。山の駅を後に横手山に向かいます。やい、雪国の春を感じます。
風船。本日も営業中の横手山スキー場。誰も乗ってませんが、リフトもちゃんと動いてます。両坂ゲート、ここからが4日前に開通した道です。低いですが絶壁。両側に絶壁、ちょっと感動です。ネットの向こうはスキー場。下に見えるは横手山第2ゲレンデ。横手山ドライブイン。横手山ドライブインに立ち寄り、昼食のカツカレー、駐車場からの景色、遠くに見えるは北アルプスの山々。たまたま隣に止まっていた忍者650とツーショット。横手山ドライブインを出発。山の上の方はさぞかし寒いだろうと思っていたら、予想に反して暖かく、ドライブインで防寒インナーを脱ぎました。峠ホテルが見えてきました。長野県から群馬県に。今日はここは素通りして少し先にある日本国道最高地点へ。日本国道最高地点からの景色。いよいよ雪の回廊を目指します。この辺りも両側が絶壁ですが、雪の回廊と言われているところはもう少し先になります。なくなると絶景か。やい。ここら辺からが雪の回廊です。交互通行の信号停車。雪の回廊終了です。短ー。
U ターンして、再び雪の回廊へ。やい。逆方向からの、雪の回廊。多くの人が立ち止まり、写真を撮っています。運に漏れず、私も停車からの写真撮影。それにしても、写真って嘘つきですよね。周りにこんなに人がいるのに、シャッターチャンスとアングルで誰もいないかのように撮れてしまう。怖いものです。方面に行きたいので、ここの駐車場で U ターン。駐車場から見下ろす雪の回廊。本日3回目の雪の回廊。雪がなければこんなところ。雪の回廊でした。絶壁がなくても絶景は続きます。
全部やめていと。ここまでが同期閉鎖区間になります。時間に余裕があるので少し寄り道してから帰ります。国鉄吾妻線、大石線、大石駅跡。中央市駅は、日本交換群馬鉄団の鉄鉱石を運ぶ専用線、大石線の始発駅として、戦時中の昭和20年に開業、昭和27年には旧国鉄に編入されました。昭和29年には地元住民の要請を受けて旅客営業を開始したものの、昭和41年に群馬鉄団が閉団、昭和46年に大石線は廃線を迎えました。町では、群馬鉄団の始発駅でもある大石駅を観光資源として活用するため、当時のホッパー塔やホーム、駅舎の復元などを行い、旧大石駅として平成30年4月から一般公開を始めました。27年の調査開始から長い年月を経て、首都圏を含む利根川下流部への洪水調節や水道及び工業用水の補給、吾妻川の湧水の正常な機能の維持と増進、群馬県による発電を目的とし、令和2年3月に完成した重力式コンクリートダムであり、令和2年4月から管理に移行し、運用を開始しています。今日はここまで、この後は、帰路に着きました。今日の走行距離、543.8km。